両行院は、愛媛県宇和島市に所在する高野山真言宗の、寺院。三号は、林海山。詳しくは、林宮山福寿密寺両行院と号する。本尊は、十一面間世音菩薩。四国八十八箇所霊場第四十番、札所奥の院。四国別格二十霊場六番札所。南予七福人、微射門店。本尊真言。 御馬かキャロにキャッソワか子栄か、巫恵組の杖を頼りに、優位の山越えても曇らぬ月を見るかな江戸時代初期の玄奈元,元年、伊達秀宗が、宇和島藩主として入部した。この際、宇和島城の鬼門にあたる、この地に、宇和島藩の安寧と領民の安泰を祈願して、栄湯商人を解散王将に迎え寺院が、建立された。以後、宇和島藩伊達家の祈願書となり、百国を藩より、 たまわった。寛永15年大閣寺の二品宮神王が四国を巡釈した際、ここに立ち寄り林美山福樹寺と名付けた。平成20年12月7日、ごまぎ塔が行われた際に、飛び火により、本堂屋根の一部を消防した。平成22年混合組の施行により、本堂が復興した。国道320号の宇和島駅前で路地に入った、どこにあり、 石段前に駐車し、その石段を114段上がると、本堂のある広い境内に達する。本堂の右に大市道があり、その両道の間を入っていくと右手に農協所がある。本堂の中に入って参拝することができる。宇和島市指定史跡場めぎ大市、串島大橋により上陸後、半時計回りに周回道路を約 2km さらに、徒歩 200m くじ屋谷を登ればある。 このクジラ大使も参照のこと。上記のクジラ大使は工房大使の創建と伝えられる。クジラ大使は島で参拝には不便ということで、寛永8年に対岸のもっと居がかりに移され、その後、明治時代に両校院に合わせ祀られ、残されたお堂をうまめぎ大使と呼ばれるようになった。ありがとうございます。